むくみで大切なのは首です。こんにちは。今日はですね、よくある質問むくみについてお答えしたいと思います、ね、むくみも足がパンパンとかね、もう本当によくこの寒い時期聞かれますね。でこれまあいろいろね、もちろん原因ありますし、そのおすすめのヨガのポーズとかあるんですけどね、なかなかそこまでいけない、ちょっと忙しくて無理という方も多いと思いますんでね、まずですね、やっぱり体の中の余分な水分ですよね、むくみってね。だからこれをやっぱりこの尿とかでこう排泄出していけばいいわけですよね。でなんで出ていかないかっていうのはね、まあなかなかそう、ちょっとなかなかトイレ行けないとかね、あると思いますが、やっぱりこの寒い、この寒くて血流が悪くなってる、体の血流がねちょっと悪くなってるっていうのも大きいと思うんですね。ですんでね、温めればいいわけですね。どこを温めればいいかっていうとですね、まあ私いろいろ試しましたけどですね、首と足首と、まあ手首、ここですね、ここをやっぱ温めるといいですね。でまあね、もちろん、いやマフラーとかしてるよとか、靴下とか履いてるよとかあると思うんですが、こう家の中でもやった方がいいですね。ご自宅でもできれば簡単に羽織ったりして首温めたり、足首もね、まあちょっとなんかレッグウォーマーとかなんかそういうのでもいいんですが、であと手首の方まで来るような服とか着るとかね、ね、もう本当寝る時もそこまでやると私はすごいと思います。私も実際やりましたけど、やっぱ快適でしたね。若干最初抵抗ありましたけど、快適になれば血流が良くなって、どんどんまあ排泄されていくと、ね、これが理想ですね。で当然体の中の余分な水分が減っていけば、結果として体重も減っていくわけですから、ね、よかったら試してみてください。以上で終わります。だったらこちらからチャンネル登録をよろしくお願いします。